はい、どうも。はい、DK でございます。今回はね、ちょっとイベントの告知でございます。7月のね、28日の日曜日ですね。もう一度言います。7月の28日日曜日にですね、京都のね、桜出会館、もう皆さんご存知ですよね。桜出会館で、ミュージック&マルシェというイベントがございます。これね、毎月やってるんですよ。毎月第4日曜日にね、そういうのが行われておりまして、今回7月の28日がその日となっております。で、今回ね、僕らブースを出すこととなりました。なんとリンタマンとか、その他ちょっと自転車関連のグッズをいろいろ出そうかなと思ってます。もうこれなんかね、超激レアです。もう今入手ほぼ不可能です。チェルシテカラーの、これはリンタマンのね、2XL モデルですね。でですね、うちのブースだけではないんですよ、今回。今回ね、いろんなブースがなんと来てくれました。まあ僕の呼びかけも一部あるんですけども、まずはじめにね、ROF さん、ね、皆さんご存知でしょうか。 ROF さんね、サイクルジャージとか、まあ、その他グッズを販売されている ROF さんが来てくれます。その中でもね、デザイナーのローナさんが、今回来てくれます。で、まあ、別にうちのブースでは出すわけじゃなくて、ROF は ROF でブースを出すということでね、ローラさんも何度来てくれるわけです。まあ、こんな商品を、今回取り扱う予定というふうにはお伺いしております。はい。で、次にね、僕がちょっとお誘いしたなんと1万バイクスさんですね。前回の動画上げさせてもらいました1万人の、サイクリストとつながりたいというかなり壮大な、企画をされている、まあ、イベンターといったらいいんですかね。はい。まあ、そちらの1万バイクさんも来てくれるということと思いました。こちらもね、1万バイクさんでブースを出してますので、なんか、まあ、こういうのも販売するということなんでね。で、また1万バイクさんはね、まあ、このグッズの販売はもちろんなんですけども、どちらかというとその1万人の自転車仲間とつながるというのが一番の目的なので、ぜひ自転車で、まあ、何でもいいです。ロードバイクでもいいし、もうミニベロ、ママチャリも何でもいいです。ともかく自転車で来ていただいて、でブースの方に寄っていただいたら、さっちゃんがね、こう写真とか撮ってお話をして、で1万人としてつながるというようなことをしますので、ぜひ自転車でお越しください。さらに今回なんとね、なんと、いやー、ちょっとびっくりしましたね。急遽決まったんですけども、なんと道草ペダルのたけしが来上がるということで、いやー、びっくりしましたね。ちょっとね、あいつがライブしてる時にね、ちょっとお邪魔してこんなイベントするのに話したら、なんか結構ノリノリになりまして、今回なんと急遽来ることとなりました。でね、今タケシはね、あっちですわ、和歌山の方でね、なんかマッサージかなんか、やってるらしいですわ。はい。で、まあ今回、まあ、出張という形で来ます。ということでね、一応プロなんで、一応プロなんで、こうサイクリストにこうちなんだマッサージをしてくれるらしいです。で、今回ちょっと急遽参加するということで、ちょっと一万バイクさんにもうジャンピング通りの選手に、ちょっと場所貸してくれということで、一万バイクさんの方でタキシが出店しておりますので、ぜひちょっと何やろね、足だとか腰だとかお悩みの方はぜひ来てね、こうマッサージしてもらおうとか、なんかいろいろしてください。でね、タケシがね、ほんとね、和歌山から出ないんですよ。和歌山大好きすぎて、もうほんまにね、全然こっちに来ないんで、いくら言うてもあいつそんなに。ということで、今回まあなんだかんだ来てくれることとなったのでね、はい、アマゾンから荷物が届きました。台風の気温と届いたいと思います。この間ね、整理やってたんでね、はい、ひげ剃り
まあ、ということでね、あの和歌山からあの滝に来てくれるらしいので、あのぜひこうマッサージを受けてあげてください。ね、一応ね、和歌山から来るのでね、出張費が結構かかるんですよ。だからある程度稼がんとね、元取れないんで、ぜひ来てね、マッサージ受けてあげてください。かわいそうなんでね、常に跳ねないから、ワイエを仕事くれよってもうずっと言われてるんで、5分2回ぐらい言われていて、もうすごいうざいんで、皆さん協力してあげてください。ということでね、繰り返しますけども、7月の28日の日曜日に桜出会い館で僕らイベントやりますんで、ぜひ来てください。で、多分ね、僕ら以外も多分出店してると思います、多分。ただ今めちゃくちゃ暑いんで、本当ね、来るときは十分、あれですね、熱中症対策をして、ぜひ来てほしいかなと思います。で、あと一つね、雨ですね。雨天の場合は中止です。これ僕らが中止するんじゃなくて、イベント自体が中止になるということなんで、多分、まあ、前日か前々日ぐらいに、もし雨模様だったら、多分公式にそういった発表があると思いますので、まあ、その辺はね、各自 SNS でこうちょっとアンテナ張ってね、ぜひ確認してください。はい。ということでね、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。